皆さんこんにちは、今日は久しぶりに、美味しいご飯、特にとんかつではもう浅草では一番と言われている弥生さんに来ました。私はどっちかってみんなとんかつ好きなんだけど、今日は久しぶりに来ました。今日食べる皆さんにご紹介したいのは、まず私の大好きなヒレカツです。ヒレカツに、単品の、なんだっけ、かきフライ、あたりからいきたいと思います。そんなことで、今日は、浅草で本当に美味しいとんかつ屋なんです。このお店は弥生さん有名ですけどね、結構有名なんですけどね、今日はちょっと久しぶりに来てちょっと YouTube を撮らせてもらおうと、お皆さんにご紹介したいと思います。ご主人とあの奥様2人男前とあの美女の、ご夫婦です。夫婦です。名前です。あ、米林です。何ですか？米林さん。はい、米林さんご夫婦です。お二人でね、お世話になってます。子供さんもいるんでね、はい、もうしばらく会わなかったらもう大きくなっちゃってね、中学3年生でしょ、はい、今中3ですよ。もうみんなね、あっという間に、子供はどんどん成長するけどこっちはどんどん年取っていくという情けないことですけど、しかし私ももう切腹して、6年目に入って復活6年目で、とんかつも、そうですね、僕切腹の前に来てますからね、あれからね、もうやっと1.5 人前から2人前ぐらい食えるな。そんなことで、まあ好きなものを食べられるようになってね、本当に復活してありがとうございました。でこれが、もう一つのアジフライ、アジフライはとんかつ食ってもらったら食べたくなるので、もうその前にすでにもうレンコンを食ってますんで、それから、これ何と言ってますか、こちらはご主人米林さんは金沢の出身なんで、金沢の私近江市場で最初に食った、金時草、これが有名なんですよ。これなかなかね、東京でもね金時草を出す店があんまりないんですよ。だからもうこういう来ないと食べられないんですけど、ね、金時草ってのはもう何とも言えないこの味でね、これでもなんでこんなグリこんな色になるんですかね。これ金時草だけでしょ、こんな色が。葉っぱの裏がそういう葉っぱの裏、そうですね、表はね、濃い緑色の。ああ、これがそうなんだ、はい、金時草、だからこれ近江市場行ったら売ってます、はい。皆さん金沢行った時はね、近江市場行ったらいっぱいありますから、ね、で、昔北陸シリーズなんていうので、ね、金沢行ったりしてね、あの辺のまあカニやら何やら、まあ、美味しいもんばっかりですけどね、金沢方面でも、まあそのご出身で、ご覧で、これはこちらで開業されて、大成功してますけど、ここのメニューです。いろんな種類があって、これぐらいの、これはそれからその単品ものもねいっぱいありますから、これはお酒ですね。この辺に単品ものがあります。もうすでにレンコンのフライを食いましたので皆さんぜひ来て、あれもうまかったですよね、豚の生姜焼きよ。何がそれが出てこない。生姜焼きはまたね、これね素晴らしいんですよ。普通の味噌と違うから熱いのがね出てきてね、まあ、二段重ねです。あ、どそうそうそう、これでもこの豚はどこが中心なんですか。豚は群馬とか。群馬の方ですか、はい、やっぱり。でラードも群馬のラードで、うん、群馬のラード。ここはラードでやる、はい、100% ラードで。 100% ラード、はい、そういうことで、ぜひ、
皆さん、あのとんかつと金時草食いに来てください。浅草のちょうどここは、国際通りとことどい通りのちょうど角っこぐらいなんで、分かりやすいところですからね。で、浅草の一家のすぐ来ていただきたいと思います。ちょっとご紹介しました。それではちょっと最近一発を、うまそうなところで見せたいと思います。これヒルカツめっちゃうまい。ヒルカツにはご飯です。ということで、ぜひ皆さんも同じものを頼まなくてでも金時草はぜひ頼んでください。そういうことで今日はヨネバヤシさん、おほ、弥生さん、はい、ありがとうございました。いえ、はい、ありがとうございます。ダコモトもよろしくお願いします。ありがとうございました。以上です。ごちそうさまでした。あの番組というか、孤独のグルメ、孤独じゃないけどね。あれ俺出してくれんかな、なんかあれゲストが中でやってるじゃないですか、料理を。あれ届けどれしたいよ、あれなんか。身長あるんじゃないですか、松重さんと。孤独のグルメ出して俺をちょっと中で何でもやりますから、さらないよ。カツサンドショーお土産と、はい、サラダとレバー。